んにちは、貸し本屋まさきです。福岡県で漫画の貸し本屋をやってます。福岡空港から車で5分ぐらいのところですので、まあ、近くにいらしたら遊びに来てください。今日はですね、うちの蔵書漫画を紹介したいなと思いまして、ショパンコンクールでなんと、2人の日本人が、入賞いたしました。これはあの漫画を進めなくては。これですね、はい、ピアノの森です。まあ、この漫画を紹介したいなと思ったんですけども、友人と2人で撮った漫画紹介動画でもうすでに紹介しちゃってるので、もうこれ転載しちゃえ、手抜きじゃないですよ。はい、じゃあ見ていただきましょう。どうぞ。狩りに行こうぜ。はい、始まりました。はい、この動画はレンタルブック空港東店に置いてある漫画の中から毎回ピックアップして紹介していく動画となっております。司会進行のイズラです。店主の池田まさきです。はい、まーさんよろしくお願いします。はい、はい、ではまーさん、はい、今回紹介していただける漫画は何でしょう。はい、本日紹介いたしますのは一色誠先生のピアノの森です。はい、ピアノの森なんですけども、1998年講談社のヤングマガジンアッパーズで連載が始まりまして、途中、雑誌の方が廃刊になってしまいまして、同じ講談社の週刊モーニングの方で連載が再開されて、2015年、連載が終わりました。全26巻です。平成20年には、第12回文化庁メディア芸術祭の漫画部門で大賞も受賞してます。そうなんですね。はい、じゃあかなり有名な漫画。そうですね、ね、はい、2007年には映画、アニメ映画ですね、にもなってます。はい、もうその時には累計350万部売ってますんで、かなりヒットしてる漫画です。メジャーな。はい、今アニメもあってますもんね。そうですね、はい、今月の8日、8日からですね、2018年の春アニメということでスタートしてますね。はい、はい、はい、じゃあ、はい、まーさん、早速ね、はい、本のあらすじの紹介お願いします。はい、はい、主人公はですね、この表紙になってます、あの少年一ノ瀬海君、はい、はい、小学生ですね。はい、この少年なん一ノ瀬海君なんですけども、ある町の外れの方に住んでまして、まあ、さらにその奥に森があるんですけども、はい、その森に朽ち果てたピアノがあるんです。グランドピアノですね。ってことはもうこれタイトルのままっていうね。はい、そうです。はい、ピアノの森、森の中のピアノなんですけども、はいはい、その、 あの森の中の朽ち果てたピアノを、あの小さい頃から、あの遊び場にしておもちゃにして育ってきた少年なんですけども、その少年が通う小学校にある日転校生がやってきます。はいはい、その転校生っていうのが、まあ、天宮くんというんですけども、はいはい、お父さんが世界的なピアニストでして、はい、まあ、それをお父さんに持って、あのその少年天宮くん自体も、まあ、ピアニストを目指す、はい、じゃあもうサラブレッド、サラブレッドですね。はい、なんですけども、もう一つ出会いがありまして、はい、あの音楽の先生ですね、はいはい、先生っていうのが、まあ、アジノソウスケ。それどういう方なんですか。はい、あのこの先生っていうのが、あのこの方も元ピアニスト、将来を嘱望されたピアニストだったんですけども、ある日事故に、交通事故に遭いまして、はいはい、まあ、ピアニストの道を諦めて、はい、まあ、その先生と運命的な出会いを果たすんですよね。運命的、はい、そのと言いますと、はいはい、森の中のピアノっていうのが、そのアジノソウスケ先生のピアノだったっていう。あ、そこで繋がってくるわけですね。はいはいはい、そうなんですよ。その先生に見出されて、まあ、ピアニストとして成長していくという物語です。まあ、さん、はい、ちょっと自分気づいちゃったんですけど、はい、これ海君ですよね。いやいや、何ですか、もう老眼入っちゃってるんですか。これ海君ですよね、大人になった。あ、海君です。海君ですよね。ってことはこれ、あの小学生編と青年編ってあるんじゃないですか、これ。よく聞いた。なんでかしげるんですか。あるんですよね、これ。ああ、そう、あります、ありますよね。あります、あ、じゃあもうぜひね、こっちの青年編の方も、はいはい、はい、説明お願いします。はい、はい、まあ少年だった海君なんですけども、まあアジノ先生と出会いまして、トレーニングレッスン受けまして、どんどん成長していきます。はい、はい、まあ、成長していって、まあ、あるコンクールを目指すんですね。
ショパンコンクール。ショパンコンクール。はい。はい、まあ、あの世界的に権威のあるあの音楽コンクールなんですけども、はい、ピアノコンクールです。そのピアノコンクールで天宮君も、はい、その辺もちゃんと出てるんですね。天宮君も出るんですけども、そのコンクールで、まあ、また新たにいろんなライバル、はいはい、たちと出会って切磋琢磨して、またさらにあの飛躍するという物語です。じゃあそのもう主体はそのショパンコンクールをの優勝を目指していくっていう内容ですね。そうですね、あの一次予選二次予選とこう突破していき目指していくという、はい、高みを目指していくという物語ですね。なるほどですね、はい、はい、自分ちょっと一つだけあの気にかかってることがあるんですよね、はい、まあ先ほども言いましたように、はい、これ今ね、ちょうどタイムリーにアニメが合ってるじゃないですか、はい、合ってますね、はい、ね、アニメってことはね絵が動いて音が鳴ってる、はい、そうですね、はい、ね、もちろんこれピアノの森ね、音楽漫画ってことでね、はい、まあ、茶色の小瓶であったりとか、はい、まあまあ、なんだっけ、このモーツァルト、ピアノソナタ、ヘ長調、ケッヘル280、ケッヘル、まあまあ普通そうなりますよね。ケッヘル、その曲何ってなりますよね、はい、これ漫画でそれ伝わるんですかっていうのがね、はい、あのね、まあ、もちろんアニメは、ね、音が流れて、うんうん、あの曲も分かるんですけども、うん、まあ、漫画っていうのは、ね、もう音は流れなくて流れないんですけども、まあ、物語を想像させる力、気持ちを想像させる力ですね、まあ、曲もイメージもこう伝わってきます、うん、はい、なぜ分からないのに頭の中にこう、ね、響くんだろうっていうような感情が生まれてきます。じゃあその曲が分かんなくても、はい、この読み方があるっていう、はい、もうそうですね、心が震えます。あ、そこまでありますね、はい、漫画だからこそ感じるものがあるので、うん、漫画を読んだ上でアニメも見るとさらにこう、あ、はい、そうですよね、相乗効果で、はい、より分かりやすい、はい、ね、ですね、ちょうどね今本当にタイムリーにやってますんで、はい、じゃあもうぜひそのアニメと合わせて見ていただくことによってこの漫画の面白さっていうのが、ね、より深く伝わると思いますので、はい、そうですね、はい、じゃあこの2つを合わせてお願いいたします、はい、お願いします。はい、はい、ということで今回はこの石木誠先生ピアノの森、はい、全26巻ですね、はい、紹介させていただきました。はい、はい、ぜひ買いに来てください、はい、お願いします。してます。はい、また次回の動画どうぞお楽しみに。また動画が面白いなって感じた方はグッドボタン押してください。励みになります。お願いします。合わせてチャンネル登録の方ぜひお願いいたします、はい、ということで今回はこのピアノの森レンタルブック空港東店へ買いに行こうぜ。バイバイ。はい、というわけでピアノの森の紹介動画をお届けいたしました。はい、当店に来ていただいたらピアノの森全26巻全部揃ってます。めっちゃ面白いです、ぜひ読んでいただきたいなと思います。それでは、また次回お会いいたしましょう。バイバイ。チャンネル登録もよろしくお願いします。